マヤラーニングチャンネルへようこそ。このビデオでは IK、インバースキネマティクスやコントロールリグ、マヤに標準で搭載されているヒューマン IK についてご紹介していきたいと思います。今スキニング作業まで終わっている状態です。各ジョイントを回転することでキャラクターのポーズやアニメーションを設定することができるようになりました。回転で全て制御する方法を FK、 フォワードキネマティクスと言います。これに対して手や足など末端部分を動かしてポーズを決めるやり方を IK インバースキネマティクスと言います。一旦角度の方は0に戻しておいて IK の設定方法から見ていきたいと思いますが スケルトンメニューの IK ハンドルの作成を実行するか、リギングシェルフの左から3つ目のアイコンをクリックして実行します。太ももの付け根のジョイントでクリック、足首のジョイントでクリック。これで左足の部分に IK ハンドルが作成されました。足首を動かすことでキャラクターのポーズを設定します。 同様に腕の部分に対しても IK を作成してみましょう。肩の付け根でクリック、手首でクリック。手首を動かすことでキャラクターのポーズを決めることができます。アウトライナーを見てみると IK ハンドルが2つ作成されているのが確認できます。ここで1回整理しておきたいと思います。FKIK コントロールリグについて。 FK は今ご覧いただいたように、ジョイントの回転でスケルトンを制御する方法。フォワードキネマティクスと言います。親のジョイントの動きの影響を受けて、下の階層のジョイントも動作します。IK は、末端部分の位置を先に決めることで、親の階層のジョイントの角度を逆計算する手法です。さらに、キャラクターのアニメーション。 モーションを効率的に作成できるように選択しやすいコントローラーを作成しリグを組んだものがコントロールリグになります。前のシーンに戻りますが、これはカスタムリグの一例ですね。アウトライナーで見てみると、こんな構造になっています。頭部や手、足とコントローラーを作ってリグが組まれている状態です。 コントロールリグの組み方は一通りではありませんし、制作環境によってはリギング担当、リガーさんがいるケースもあるかと思います。カスタムリグを1から組むというのはなかなかハードルが高いので、このビデオではマヤに標準で搭載されているヒューマン IK を使ってリグを作成してみたいと思います。シーンを切り替えてスキニングまで終わった状態ですね。 スケルトンメニューの Human IK、もしくはリギングシェルフから Human IK のアイコンを実行してください。右側に HIK 用のメニューが現れますので、定義の項目、スケルトンのボタンをクリック。こういったメニューになりますが、キャラクター1という名前で名前が付いてますので、アトリビュートエディターを開いて、 ヒューマン IK のノード名をナイトという形でリネームしておきます。ヒューマン IK では頭から手足、ヒップ、背骨というように最低15本のボーンを定義、マッチさせる必要があります。T 字スタンスで定義することが望ましいんですけれども、このキャラクターはちょっと腕が下がってしまっているので、定義する前に修正しておきたいかと思います。 こんな感じでいいかと思いますね。では、それぞれのボーンを割り当てていきたいと思いますけれども、腰の部分から右クリックでメニューが開くので、アサインセレクティとボーンを実行します。太もも、左足の太ももですね。それから、ふくらはぎ。足首というように定義していきましょう。 それから背骨の部分ですね。次に頭部の部分を定義していきます。手や足といったミラーリングした部分に関しては、片方、例えば左側の方を設定するだけで、自動的に右側の方も定義されるような設定になっています。 指の部分に関しては三角のアイコンがありますのでこちらクリックするとハンド用のビューが表示されますのでこちらのビューを使って各ボーンの関節の定義をしていきます。これでスケルトンの定義が終わりましたので Human IK のアイコンメニューから作成のコントロールリグを実行します。 各コントローラーが作成されたのがわかると思うんですけれども、例えば手のコントローラーを選択して動かしてみるとこんな感じですね。足の部分のコントローラー、腰の部分というようにキャラクターが制御されているのがわかると思います。Human IK を使うことで非常にシンプルな作業でコントロールリーグを作成することができます。 また、コントロールリグの表示に関しては、今、ボックスタイプで表示していますけれども、この他に、ワイヤータイプ、スティックタイプも、えー、用意していますので、えー、扱いやすい、見やすい形で表示していただければと思います。これでキャラクターのセットアップ作業までが完成です。マイアラーニングチャンネルをご視聴いただき、ありがとうございました。